はい。稽古物運送業を展開しております。合同会社もってなし便の椎名シアです。今、こちらの動画でですね、私の自己紹介というテーマでですね、シリーズをお送りしております。今回もよろしくお願いいたします。はい。ということでですね、えー、と、前回お話したように、昭和63年の6月にですね、えー、まあ、引っ越しをしてお花屋に来たんですけども、あの引っ越し当日、お店から電話がかかっ,ってきまして、 次の日、事例ということで、五反田の本社に行きました。そしたらですね、えー、事例もらった先がですね、えー、中野にある、えー、中野丸井店、まあ、当時中野の丸井にあったお店なんですけども、そこの事例をですね、いただいて、まあ、その日から中野の丸井の方で働くようになったんですが、実はですね、これ、ちょっと、まあ、今だから言いますけど、ショックだったと。 ということで、えー、この話をですね、えー、次回深く少しお話ししたいと思います。ということでよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。